おはようございます。12月18日ですね。月曜日です。今日は肩の日ですね。はい、肩今日は3種目3セットずつ終わってます。で、最後ですね、もうおまけで今久しぶりの、ライングエクステンションです。三頭筋ですね。これも今2セット終わって、本当の最後の最後セット今からです。で、ね、動画撮るの2日ぶりなんですけど、なんとか一応毎日やってます。金曜日じゃなくて土曜日です。16日は胸です。この日4時15分からです。で、まあ、20分だけですね。この日でも5種目やってます。で、昨日は実は全然時間なくて、背中、7分です、懸垂20回で逆手に持ってリバースグリップで10回、あと、弁当バーローが37キロで20回、20レップですね。あと、久しぶりまたカールです。そういえば最近腕の日ってなくなってたのでね、3分割してた感じなんで、そういえば4分割だったよなぁと思って、腕ちょっと、ついでに、オルタネートのカールです。片方15キロで、10回ずつやってます。で、今日が、リアレーズ、リアレーズ一番最初に持ってくるの初めてなんですけど、これはドロップセットですね。片方10キロですね、のダンベルで、まあ、最初セットは、ね、30回ぐらいできるんですけど、あとはどんどん、ね、回数減ってくるんですけど、で、終わればすぐに5キロに持ち替えて、限界まで、20回ぐらいですね。で、またさらにドロップで 2.5 キロのプレート持って、リアレーズ、ドロップ2回刺して、まあ、1分休憩取って、サイドレーズですね、定番のサイドレーズ、これもドロップで10キロやって、その後同じように5キロ持ち替えて、でその後 2.5 キロですね。で、あとはフロントのプレスですね。これ起こして前に下ろすやつですね。これ31キロのバーベルで、1セット目なんとか15回ぐらいですね。20回だったのか、まあ、15回ぐらいで、で、2セット目、3セット目は14回ずつ限界でした。で、エクステンション、ライングエクステンションが14回、13回で、今からまた13回、最後セット、31キロですね、やっていきます。よいしょ。実は、ここにマイクつけたんですよ。あんまり変わらないかもしれないんですけど。じゃあ、やっていきます。肘をね、動かしながら、やっていきます。できるだけストレッチするような感じでやってます。君ですね。はい、そのままになろう。はい、終わり。ナロープレスは、ね、最後のおまけです。1セット目、2セット目はやってません。はい、でも、はい、絞り切ったかなというところです。今日、出勤が会社9時なんで、結構いい感じで30分以上ですね。今日は6時45分からやってるんで、やっぱりね、こんだけきっちり1分休憩取っていったん で、2巡目に変わる前にまた2分取ったんで、大方45分ですね、かかりました。ということで、その分しっかりできたかなと思います。ね、繁忙期終わればね、9時出勤ね、家に6時半回ってても全然大丈夫なんで、6時、あと、まあ、それもあと15分後に朝ごはん食べて出ようかなと思ってます。
忙しくなければね、この時間帯ずっと3月までですね、忙しいのは。はい、それまではなんとか少しでも5分取れでもいいから続けていきたいかなと思います。はい、いかに肩パンパン疲労感いっぱいで、今日も会社の方元気に行っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。